京都高峰を描いた墨絵の作品が新しく生まれました。山と水に彩られた古都の佇まいは多くの人々を魅了し、芸術家の絵心に訴えかけてきました。今日の人になりきって、自然や人の営みを墨絵の世界で表現している画家がいます。マイケル・ホフマンさん、50歳。アメリカ・サンフランシスコから京都に移り住んで、25年が過ぎました。京都洛北、にぎやかな通りから少し入った路地にマイケル・ホフマンさんの住まいがあります。静かな環境が気に入ってこの家を借りました。住んで5年になります。マイケルさんは今高峰にある禅寺聖泰庵から依頼された襖絵の下絵に、マイケルさんが襖絵に描こうとしている高峰は、京の街中にありながら山里の匂いを残すところです。日本に来て初めて暮らしたのもこの高峰の麓でした。高峰にある原稿庵は14世紀に開山した禅宗の古刹です。春3月、山々にも緑がよみがえってきました。
悟りの窓と名付けられた丸い窓は宇宙を表現します。四角い窓は悩み苦しむ人の世を象徴する迷いの窓です。We can hear the breeze coming from the mountains, and it brings a feeling of spring. And the first buds from the plum blossoms are appearing. So this is the first time to kind of stretch after the long winter and to take a walk in the mountains.京都から電車で1時間、大阪守口市にマイケルさんの絵の師匠、南画家の直原玉生さんが住んでいます。今年94歳、直原さんは今も元気に絵筆を握っています。昔訪ねたカンボジアアンコールトムの遺跡の屏風絵です。去年もスリランカへスケッチ旅行に行きました。この南画の心っていうのは東洋の心の絵画ですからな、もうその今の時代にぴったりでね、今その南画が大事な時になったと思うんですな。やはり精神性がその人の人格として、この筆に墨をつけて描くという線、この線の中にね、不思議にその人の正常がそのまま現れるんです。まあ、気の強い人は気の強い線になるし、心の弱い人は弱い線になるしね、それほどまあデリケートにその筆と墨の間にね、線というのにその人の心が映るわけですな。うん、綺麗。これ時代はここがなってる。はい、はっきりしました。良くなりましたね。向こうに負けんようになって。向こうが負けてました。どっちが向こうが。直原玉生さんの南画教室は大勢のお弟子さんたちでいつも賑わっています。色でやると変えて。一人一人の作品に丁寧に手を入れます。日本流と違うね。物によってわしのよりようなりる。みんなよくなります。帰ってください。おはようございます。ああ、こんにちは。お前絵描いたか。はい。お寺の絵。はい。描いた。まあ、デッサンだけです。前の下書きです。一字だけ。はい、デッサンだけ。はい。ふすまへの下絵を持って、マイケルさんが現れました。直原さんの何気ない言葉がマイケルさんにとってはいつも貴重な教えであり励ましになります。ここはこれは何か、これは二人お坊さんです。うん、おじいさんとおじいさん、この人が主やろ。はい。これ釣り竿やな。はい。今度ちょっとこれよりも頭大きい方や。はい、わかりました。けどやっぱり絵の拡張の表現としてな。はい。こっちの方が小さならんと、この人の方がな。はい。うん。わかりました。でやったりな。はい。うん、まあそんなんでやろ。はい。うん、すみません、うん、先生、この夏にはアメリカに行くつもりです。東海岸のバージニア州の大学で、そこへ絵を描きに行くの、オスエに。はい、そうです。あ、南画をね、はい、2週間です。
2週間。はい、ああ、そう。はい。それはまあ、はい、ご苦労さん。あ、どうも。京都東山には数多くの名刹があります。南禅寺はマイケルさんにとって思い出の場所です。カリフォルニア大学で東洋文化を学んでいた二十歳の時、禅の遊説でアメリカを訪れていた南禅寺の館長、芝山禅慶老師に出会ったのです。それが日本に来るきっかけとなりました。He had a very deep and made a deep impression upon me with his clarity and his sense of humor. And for me, it was a turning point in my life. And at that later, I decided to come to Japan to see him again. 禅から生まれた枯山水の庭。無念無想でこの枯山水に表された自然と向かい合うとき、人は悟りの境地に達するとされています。禅の道を探求するのは、庭も水墨画も同じだとマイケルさんは思っています。雪舟は日本の水墨画を完成させた画家です。鎌倉時代に中国から伝えられた水墨画は、禅と深い関係を持ちながら日本の風土に根付き育ちました。自然には心を呼び起こす力があるとマイケルさんは信じています。生命力にあふれる松の姿を今度の襖にも描くつもりです。マイケルさんが初めて日本に来た頃は、京都でも自然はもっと身近にありました。しかし、季節感を大切にする心は、昔も今も変わりません。それがこの町の魅力だとマイケルさんは感じています。夕方、決まって足を向けるのが近所の食堂。マイケルさんにとって店のご夫婦は家族のような間柄です。友達もよく連れてきます。スティーブさんは大学で英語を教えています。とても日本的な人やね。だん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 日本がなくなっていくもんを求めてる、そういうとこあるね、うん、日本語を一生懸命覚えようとしてないところがすごくいいですね。親しみがあってね、うん、アメリカで乾杯、乾杯なんちゅうね、スコール、チェーズ。マイケルさんが襖絵を描く日がやってきました。
清泰庵の住職高峰道友さんとは座禅の修行を通じて知り合いました。共に教えを受けた内山老師、その師である沢木老師、二人への感謝の思いを込めて襖絵の制作に取り掛かります。この山とお寺がそこですね。はい、そうです。お願いします。襖全体に木炭で下書きをします。輪郭が出来上がると筆と墨を使います。今回は色をつけずに墨だけで描き上げます。墨と紙との一瞬の出会いが命を生み出します。水墨画は心の表現なのです。この整体庵でマイケルさんは週に一度座禅を組みます。座禅をして静かな時間を持った後にそのこの自然のね、あの姿、まあ、こういう花とかこういう状態を見るとなんか素直に筆がねこうスーッと行くような気がするんだけどどうですか？ Yes, I think so. The sumie and the brush, there's a very direct expression of the heart, of the spirit. You must be very honest and sincere in the painting.筆の運び、墨の濃淡にマイケルさんの深い思いが込められていきます。
絵を描き蓄えができるとマイケルさんは旅に出ます。これまでにヨーロッパやメキシコ、ネパール、中国など様々な土地を訪ねました。文化や風土の違いを身をもって体験するための旅です。旅の後には再び京都に戻ります。京都で3年、外国に1年という暮らしの中で自分を見つめてきました。 When I come back to Japan after being away for a year or 6 months, I always feel very much like I'm coming home. People tend to treat each other with respect and allow for a certain space for the individual. In the West, the emotions tend to be out. The people are challenging each other emotionally to much, much more than in Japan. And I guess I'm a little bit more comfortable with this more reserved quality. マイケルさんは旅に生き、旅に死んだ漂白の俳人、種田山頭火に憧れています。山頭火は禅を学び、托鉢を続けながら俳句を読みました。分け入っても、分け入っても青い山と読んだ山頭火の姿を描いたマイケルさんの作品です。歩かない日は寂しい、飲まない日は寂しい、作らない日は寂しい。山頭火の日記の一節です。そこにマイケルさんは自分を重ね合わせます。I admire San Toka very much. He was a wonderful poet, and his lifestyle is an inspiration to me, in that he traveled very lightly and had a tremendous faith and trust in life, in that he had no special plan for the future, but he had the faithand the trust in life, and that kind of trust is what I aspire to. And I mean, someday I would like to have that same faith in life.生体庵では襖絵が完成に近づいてきました。住職の高峰さんが自作の詩を持ち込みました。絵のテーマを表したものです。いきますね。おかしくないね。いや、大きすぎたらもっと小さくしますから。あ、いい、いい。いい、はい、じゃあ、こちらで。はい。どうぞ。ワンクッション。はい。
もうクラウン。ちょっと忘れた。まだ、まだ終わってないです。肝心の雲を書き忘れていました。無我の境地で空を漂う雲さえも突き破った二人の僧侶の真の姿を知っている人はいるのだろうかという意味の監視です。描く人と描かれるものが一体となった墨絵の世界。マイケルさんは絵の中で高ヶ峰の春まだ浅き風を受け二人の構想とともに歩いたのです。At this point the painting is, is behind me and、it's no my attachmentwill grow less and、as the painting becomes part of this temple、I can look at it more objectively. At this point it's difficult for me、to see it so clearly. 雁王はマイケルをもじってマイコー。芸術家は常に何かを求め輝いていたいと自分に言い聞かせています。春めく日差しに誘われて川辺を歩きます。水の輝きがふるさとサンフランシスコの海を思い出させてくれます。間もなく花の春、新しい命が芽吹きます。京都の四季が移り変わるたびに自分も新しく生まれ変わるような命の歌をマイケルさんは感じます。